首都高速道路、サンケル首都です。首都高速道路の絡みなんですけれども、料金別、距離別料金制がですね、政府が先延ばしにする方針を示しましたが、首都高速、阪神高速、大いに関係のある事案で、東京都にも影響大きい話だと思うんですが、これについて知事何かご見解を。これ1都3県のですね、知事の連名で、先般ですね、とにかくその、料金の高い合理的にしてくれて申し込みしました。で、最初の案はですね、700円から、400円から1200円か、ちょっと上限が高すぎるんじゃないかと1000円以下にしてもらいたいと僕は発言しましてね。大方それ国の相手が飲んだようですけどね、こういう時期になって、ねえ、やっぱりね、あれだけその、燃料が高くなりましたね。やっぱりそのロジスティック、その運輸の問題にも影響出てくるでしょうし、それがまた景気にですね、マイナス影響を与える恐れもあるだろうから、国が伸ばしたいというね、意向もわからないと思うんだけどね。しかし、まあね、日常のユーザーにとってみると、大抵その非常に不合理にできてますからね。まあね、しかしまあその、運輸関係の、要するに専門の仕事の人たちってのは、かなり長距離乗るわけですからね。それが今700円からね、まあ仮に1000円以下で1000円なり900円になるとですね、いろんな形で響くでしょうけども、これはまあパッと難しい問題だね。で、まあ今までのままに放置すると、どういうんですかね。これやっぱり大変なことになりますよ。物価上昇だけじゃなくて、インフレで済めばいいけども、世界的に経済恐慌になる恐れもある。だから私は、今から話しますけどもね、サミットの始まる前、オリンピックの問題で構えて、森本総理と、3人で、昔の中だから、割り込んだ中でいろんな話したんです。その時に、やっぱりね、その、アメリカの市場原理主義って間違ってますよ。それでね、そのね、君とこの新聞にもね、そう書いてるコラムに、アメリカ間違ってるサブタイトルとして、そこ削られちゃったの。何の気がないかなんか知らないけど。やっぱりそれをね、あなたやっぱりサミットで言うべきだと。ヨーロッパだって、ね、同じ意見持ってるだろうからね。世界全体の、ね、GDP の総量を上回る金が振ろうとしてね、それはやっぱり株主のためのね、その投機的な使われ方して、それはその、どういうのかな、自分の人が喜ぶかもしれないけど、そんな本当に世界全体に不安定なものをもたらしてるんだから、あとやっぱ主催国を言いなさいと言いますって言ったんだけど、言わなかったな、これ。何ですか、サミットってのは。半歩前進だって、去年に比べて。日本の責任だけじゃないですよ、もちろん。まあ、そういうことでね、大事なことがあんまり討論されず終わっちゃったけども、そういう状況の中だから、本当にこれからの見通しをね、どう見極めるか非常に難しいんだけども、まあ、東京だってね、国が動かない、ほとんど世界が動かない中で、まあ、ヨーロッパに準じてですね、アジアでは、ICAPに入るべく、条例も変えて頑張ってますけどね。やっぱり誰かがね、たとえ孤独でもこう一人の、なんか試みっていうのを続けていかないと、物事は動いてこないと思うけども、まあ、特にこの、経済問題はね、これは国がしっかりしない限り、東京一人で自宅としてどうなるもんじゃないし、同じような、なんていうのかな、不合理性をアメリカ的な資本主義に感じてる国ほとんどだと思うけども、なんで今度のサミットでね、日本側でそういう案が出なかったのか、私は非常に不満ですな。その中でね、この問題出てきたけどね、ちょっとにわかにことに結論出しにくいけども、まあ、両者の言い分、それぞれ持ったものだと思いますが、とにかく、魚のですね、タンパク質のものをね、栄養源にしてきた日本の国でね、漁民がとにかく漁に出れなくなると、ストライキをするというような事態ってのは、ものすごく深刻だと思うけども、あんまり国は通用を感じてないね、なんとかなるだろうと思ってるけど。まあ、こういう答えになりませんが、その中でね、二者選択肢は難しいんですけども、まあ、従来の主張をですね、首都圏としては国に申し込んでいくつもりでおります。